チュニドラ&ヤクスは共に完封負け。ウーンコのセリーグのおぶつにチーム仲いいな。チュニドラはマダックスされてるんやが、チュニドラは11敗カルテット完成させたぞ。アクイ13敗オガサ、11敗柳柳、11敗高橋、11敗。それを言うならヤクスはじゃなくて時予約では、1日で11点取らなきゃ400点羊たちか。弱いんだよな、嫌な職場やで。中日ヤクルトどもに残り1試合、中日が引き分け以上、中日5位ヤクルト6位、中日が敗北しヤクルトが勝利、ヤクルト5位中日6位。最終戦までもつれるデッドヒートか。白熱しとるな。多4球団は恥ずかしくないのか、特に黄色阪神弱すぎる。阪神持ち直してるな。これ見ると巨人は何の面白みもないシーズンやな。なんなんやこの2球団仲良しすぎやろ。もううんちの塗り合意してるだけやん。ご視聴ありがとうございました。